こんばんは、楽する暮らしです。暮らしで楽できるように変更した箇所を説明しつつ、最近のリビングをルームツアー形式で紹介します。こちらがリビングです。リビングにある家具はロッキングチェア、テレビ、ダイニングテーブル。奥にデスクがあります。この部屋の扉はエアコンの効きを良くするために閉めています。こちらはキッチン。今のところ猫がここには乗らないので、少し物を置いています。こちらは充電スポットです。無印良品のタップ収納とセリアのマグネットコード収納を使い、ライトニングケーブル、マイクロ USB、USB Type C をまとめ、使いやすくしています。白いコロコロに変えようと思って買ったのですが、こっちのストックが残っており、まだ変えられていません。カトモクの時計も現役です。ソファー代わりのニーチェア。オットマンはたまに使います。無印良品のベンチをサイドテーブルにしています。なるべく床には物を置きたくないのですが、猫の物は致し方なし。テレビ台は無印良品のスタッキングキャビネットです。オーク材を選びました。猫が入れるよう空っぽにしています。テレビのコードもまとめ直してすっきりしました。テレビ台の中にコードをまとめたので、猫がコードを噛む心配が減りましたし、ほとんど隙間がなくなったのも良かったです。新しいコードカバーは切り口だけ残念でした。いつも植物を枯らしてしまうので、フェイクグリーンにしています。近くで見ると偽物だとわかりますが、遠くからはそこまで気にならないので物草向きです。新しく買ったレースカーテンは問題なく使えています。この模様みたいな折り目はちょっと残念です。以前猫にいたずらされたカーテンフックを再開しました。初挑戦の和紙ライトでしたが、明るさに満足、掃除も意外と楽にできています。ただ、猫のおもちゃをぶん回したせいで穴を開けました。今後は注意します。
ここにキャットタワーがあると、デスクにいるとき寝ている猫が見れて最高です。デスクの配線も見直してよかったです。延長コードをフックでこのようにつなげました。プラグの形だけ出っ張らないタイプにすればよかったとちょっと後悔しています。デスクライトを処分しましたが、日光と室内の照明で大丈夫そうです。押し入れです。掃除機は紐で吊るして、クイックルは100円ショップのフックを貼り付けて保管しています。隣のスペースにクイックルの空拭き、濡れ拭きシートを置いて、使う時にシートがなくて困らないようにしました。猫用品とバイクとマッサージシート、端はマッサージゾーンにしています。フィットボックスの室内バイクです。音が静かなのでマンションでも気にせず使えます。何より天候を気にせず運動できるのがいいです。インテリアにはあまり変化がありませんでしたが、配線を少し変えるだけでも楽できるようになったと思っています。猫を飼い始めてからどうしても飼えなくてはいけないこともありましたが、小さなゴミ箱をなくしたのはいい変化でした。以前はデスクにゴミ箱を引っ掛けていたのですが、なくても生活できています。リビングで出たゴミは都度キッチンのゴミ箱に捨てるようにしています。ゴミをまとめる手間がなくなるので意外と楽できています。チャンネル登録よろしくお願いします。